いや、JJ 君、そういえば、はい、JJ 君の高校生活最後の学園祭、ありますね。ですね。7月。すぐ終わんねえかなと。おーい、楽しみにしてろよ、お前。まあ、実は、うん、はい、これね、まあ、何回か言ったんだけど、はい、皆さんが来れる、うん、うちのね、文化祭の新人祭典ですけど、佐久長聖高校の文化祭で来れる日程が、うん、7月の6日。6日土曜日。土曜日です。はい、1日だけ。いや、1日のみなんですけど、うん、うちはまだ教室の方はちょっとまだ決まってなくて、うん、ちょっとわかんないんですけど、うん、うちのクラスは、模擬店って言って、はい、なんか食べ物を出すんです、デニスに。はいはい。まあ、言うても、テイクオリティですよ、ね。うん、うん。その中でも、やっぱその、みんなに、まあ、ちょっと食べ物を提供できますよ、みたいな。ああ、それ有料ですね。そうです、有料です。当たりますね。当たりますし、有料で、まあ、持ってくてやろうかなと。おーい、どういうことだ、お前。で、うちはチュロス。うん。スイーツね。はいはい。あれをちょっとやろうかなと。結構砂糖がバーっとね、はい、手で直接触るとさ手が汚くなるね。なるし、はい、これ食べるとボロボロするね。ボロ下に落ちてね。結構迷惑ですね、あれね。油ですしね、結構ね。取りますしね。そうですね。はい、まあそんなんもちょっとあって、はい、ちょっとやろうかなとか思うんですけど。で、うん、まあ、一応例年、はい、一応 JJ のために来ましたって言ったから、うんうん、最愛にも来てくださるので、はい、そうですね。まあ、今年ももちろん、そういうふうに来てくだされば、はい、まあ、写真も大きいですし、サインもね、まあ、必要かどうか分かりません、こうして、やっていこうかなと思いますし、おっと。で、もう一つの特典、お、なんかある、はい、はい、ハグしなければハグします。ああ、いいね。まあ、それぐらいだったらよかったよ、また、なんかベロベロキュースとか言われたら、どうしようかと思ったよ。可愛くなったら、こっちよ。おい、待て、お前、まあ、ハグね、まあ、ハグ、ハグして、何をしてじゃねえよ、意味わかんねえよ、お前。そこで止まったらダメだろ。プラスアルファないから、お前。ハグだったらまあいいじゃん、ギリギリ。ハグからの、中からの。あ、ちょっとおかしいな。本当にね、お父さん困る、本当に。謝ることばっかりで。じゃああれか。はい。ハグは、ちょっと行き過ぎたよ、うん。行き過ぎた。じゃああれです。可愛い子限定で、はい、もう、チクリ行っちゃう。こら、そこはダメだったの、ほんまに。もう父親として微妙だよ、お前。笑っていいのかどうか、もう微妙だよ、これ。冗談抜きで、はい、ハグとかもちょっと分かんないですけど、はい、サインと撮影も絶対大きい。まあまあね、はい、まあ、ですから本当最後ですからね、 JJ が高校生の時ね、皆さんお会いできるチャンスっていうかな、あんまり JJ って会えないじゃないですか。会おうと思ってもまあここか、あとは6月18日の後楽園、それから11月2日の鎌倉女子大学学園祭、これぐらいしかないですよ、 JJ に会う機会。普段 JJ あんまり外出てませんから、こういう時にしか JJ に会えませんので、今年3回ですね、会う機会。6月18日、7月6日、11月2日、うん、ね、後楽園か、佐久長聖か、鎌倉女子大学か。これで、まあ、JJ に会った時は、まあ、漏れなくね、特典として、JJ とサイン、写真ね、バイユとサイン、そしてハグね、この3点セットでいきたいと思います。はい、ちょっと何ですか。まあ、ちょっと皮肉なことに、はい、もう絶対有名なのも、はい、顔知れてるのって絶対ジャガーじゃないですか。はいはい。だけど、会える頻度のレア度で言うと、俺が一番高いの。一番高いです。レアですよ。めっちゃレア。JJ 一番会えない。多分お父さん一番会いやすい。あ、クリニック来てます。ね、どこでも会いますからね。ジャガーさん会場に一番会える。会いますね。俺あんまり。あんまりいないからね、本当難しいね。だけど、うん、これガチのファンだったら話ですよ。はい、うん、まあ、いないと思いますけど、うち、ん、は一応、うん、まあ、俺の寮に貼ってれば会えます。ああ、寮にね。朝ちょっと貼ってるから待ってれば会えますけど。週刊誌の記者か、お前。おかしいから、それ。え、でも、考えてみてください。うん、だって、はい、ジャスティン・ビーバーが寮にいてどうなりますか？いや、わかりませんよ、それは。わかりませんよ。じゃあ、そういうジョニー・デップが寮にいたらどうなりますか？まあ、もう噂が広がって、寮の前で勢いですぎますよね。いや、まあそうね、県内からあんま来ないんだろうけど、東京から行くだろうね、多分ね。じゃあ俺どうなるの。いやいや、どうなるの。普通の高校生やろ、お前。まあまあ、だからね、まあ JJ に会うのかね、ご希望の方はぜひね、ひじり祭に行って、その教室に行くか、もしくは教室に行くか、まあ、俺が歩いてるのを捕まえるしね。難しいね、なんかね。校内放送してもらえますか。JJ 君いましたらどこどこ来てください、放送してもらえますか。まあ、聞いていただければ。はいはい。そうですね。
いや、そうだ、止まるかは、急に止まるか。もう、これ一杯飲んだら寝るからだよ。なんで頼むんだろう。話が。じゃあさ、ちょっと噛み合ってないですよ。なんで名古屋に試合前乗りって言うんですか。そういうことですよ。ジャガさん、質問ないですか。ジャガさんは、あ、お疲れ様です。お疲れ様です。ジャガさんは、言うぐらいないです。え、ジャガさん質問少ないですね。今日も綺麗ですね。あ、ジャガさん、これ聞きたいです。人数増えたじゃんかよ。え、あ、すごい、350人。ジャガーさん出ると人気あるね。晩ご飯何ですか。今日はね、居酒屋みたいなとこ行った。ああ、毎回そうですね。毎回居酒屋ですね、絶対ね。でも居酒屋好きっていうね。まあまあまあ美味しかったよ。あ、そうなんですね。ところでですね、ジャガーさん、6月18日の後楽園に向けて、うん、来週5月24日金曜日、なんと初めての生ライブ放送、9時からですね。うん、ジャガさん、ちょっとその辺宣伝していただけますか。お前はあんたの方が分かってるから。はい。尾崎とね、尾崎と関西に来てもらって、はい。生ライブ。それだけかよ。それだけかよ。ね、それ見たら分かるじゃんだって。いやいやいや、それ見たら分かる。はい、カードの見どころとか、なんと特別ゲストが、元プラスマイナスの岩橋さんが。いや、それはお前が言えよ。参加していただきます。じゃないか。覚えてます？岩橋さん。こうなんかチャツついてね。なんとかとかね。やるよね。あれなんだか忘れちゃったけど。岩橋さん来てくれますからね。楽しみですね。その人を知ってること自体が私がわからないから。まあいいんです、いいです。まあそれはどうでもいいんです、岩橋さん。芸人さんの中でも特に面白いですよ、岩橋さん。これは面白い人ですよ。前の価値観だから。違います。一般の方々の価値観です。でも知らない人には知らないの。はい、来週金曜日ですね。5月24日19時から、生ライブ、初めてですね、我々ね。生ライブ放送ありますので、ぜひご覧いただきたい。これはね、YouTube です、皆さん。YouTube をご覧いただきますと、生ライブ放送が見れますので、ぜひお願いします。JJ いないの。はい、JJ いません。JJ いないんですか。JJ いません。でも JJ でも来週も帰ってきますよね。いや、そこはちょっと微妙なんですよ。え、ガチの方で。なんで2期目治療じゃないの。そう、来週2期目治療ですよ。いますから、ちょっと忙しくいますよ。いやいや、それ前日ですから。2期目治療土曜日だから。いやいや、ちょっとさ、出たくないんだよ。なぜ。なんか思んなそれ。おわー、アシスタントやってるよ、お前。え、生意気なこと言うな。ジャガさん、じゃあ盛り上げて、盛り上げてください、盛り上げてください。そんなに言うんだったら盛り上げてください、ジャガさん。いや、ジャガさんはね、いじられてなんぼだから。盛り上げたら無理。ジャガさんはいじられてなんぼの人ですから。ねえ、いじられてお前だよ、それは。え、明日は名古屋で試合なんですか。そうか、ちょっと遠いところみたいだな。声小さ。声小さ。どこ迎えに来るから分かんないんだよ。あ、そうなんですね。っていうか早いね、今日。なんかもう寝る準備でしょ。試合だもん。昼だから。はいはい。試合開始。ね、ジャガさん、今日起きたのも午後1時ぐらいなのにね、もうほとんど起きてないですよ。起きてる時間少な。試合にしっかり間に合った。あ、そうなんですね。だから、もう、身のある話しろよ、もう。いやいやいや、ね、いや、これ文化祭の話じゃないですか。文化祭の話してたんですよ、今。文化祭って楽しみだね。え、おやじ来るんですか。行こうかなと思って。元ジャガさん、行く宣言ですね。絶対嘘、絶対来ないから。作調整文化祭、肘祭行く宣言だよ、ジャガさん。多分、何もないと思うんだよね。嘘つき、絶対来ない。来ないでほしいんだよ。なんだよ。うん、試合の格好で行く。わけわかんない。わけわかんない。全然わけわかんない。どこで着替えるんだっちゅう、そんなの。行くんだよ。ちょっと恥ずかしいからやめて。それはもうやめてほしいですね。ガン着たらわかんないんじゃん。わかるってな。他に誰もいない。わかるっちゅう、ほんま。あ、でもすごいね。ジャガーさん大好き、大ファンですね。すごいね。
でもジャガーさん来るとなったらさ、めっちゃ来る人増えるんじゃない？いやーそうっすね。ねえ、ジャガーさんにも会いたいになるもんね。お前らは私も人気あんのよ。そうっすね。それはまあそうということは、ジャガーさん、7月6日、ひじり祭に参加ということでいいんですか？うん、多分試合がないと思うから。次の日になってるんですけど、入ったんだよ。じゃあ、しい、ちょっと。ねえ、なんで親がさ、子供の文化祭って悪いの？当たり前。いや、悪いとか言う。いや、悪いとか言う。なかったじゃね。なかったね。だからよく見たことあるとか、入学式なんですよ。小学校の時とか、だから行ったじゃん。見たことあったよ。会ったことあるから。高知の時行ったでしょ。見たことしかない。ああ、ですね。そう。だからしわかんない。まあ、ジャガーさん、この感じは絶対行きますね。マジかよ。この感じは絶対行きます、ね。マジで意味わかんない。何、まあまあ、いいんじゃないですか。もう最後だしね。まあ、最後だから。これ、甲子園もね、残念ながら佐久長聖負けちゃったんですよね。よし。いや、よしじゃねえだろ、お前。暴行になんて言うんだよ。残念だからね、もう甲子園も見に行けないから、学園祭だね、じゃあこれね。多分、ジャガーさん、多分、あれですね、うん、甲子園行ったのも行かないと思います。行かないけどね。はい、まあ、そして、チュロスも買わないと思いますよ、ね。チュロス嫌いでしょうからね。私買う。私買う。ね。そうか。私買う。唇ベタベタみたいなね。私買うよ。好きだもん。そうなんですね。でもお前が作んないでよ。いや、当たり前でしょ。できたものを買ってあるんですよ、それは。買っちゃいます。ええ、いや、ちょっと作る。嘘をつけ、嘘。本当だ。ウロスなんか作れねえだろ、普通に。お前だけはやめろ。なんで、いや、ちょっと、全然何言ってるか分かんない。そうね。じゃあ、はい、ね、ちょっと。昼から、切るけど、盛り上げてね。はい、はい、ありがとうございます。どうも、ジャガーさん、お疲れ様でした。かけとくから。なんか目腫れてないですか、ジャガーさん。左目、左目腫れてる感じがする。傷、あら、あ、傷が結構深いね。縫わなかったからだよ、おめえが。おめえがってないか。おめえがで後付けじゃねえかよ、それ。はい、ジャガーさん頑張ってくださいって。ありがとうね、ありがとう、はい、頑張れよ。はい、どうも。じゃあね、ジェジェ愛してるよ。はい、バイバイ、頑張ってね。じゃあコメントいきましょう。切ってよ。いや、切れない切れない、そっちが切るんです。どこどこで切るんだろう。バツみたいな、右上のバツ。違う、まだ見たいんだよ、自分がいなくなりたい。また入ってください。はい。じゃあね。はい、はい、お疲れ様でした。じゃあね、JJ 気をつけてか。明日、間に合えば帰るけど。はいはい。バイバイ。はい。バイバイ。はい、切れないって。あ、切れましたね。はい。ジャガーさん、どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ、コメントいきましょうか。今日はあれですね、バッチコンじゃないですね。まあ、もう飽きたんでしょ。珍しいね、今日。はいはい。アロアさん、ジャガーさん、ひじさんに行ってくださいね。お母さんとして参加ですね。そうですね、参加ですね、これは。いかに、でも、ジャガーさんが行ったら盛り上がりますよ。だから。どうかねー。じゃあ、盛り上がる、多分、一瞬盛り上がると思う。うん、おなるとは思うんだけど、うんうん、ただ別にジャガーさん単体で面白い人ではないから。そうですね。ただ、あー、ジャガーですね。写真撮ってください、の行列かもしれませんね。わかりません。でも、はい、親が来るってないっす、あんま。そうなの？れてみれば。あ、そうなの、うん、みんな来ない。あ、来ない。へぇ、俺見たことないかもしれない。あ、そうなんだ。うん、じゃあいいじゃないですか。だから例えば、うん、来るパターンとして、はい、その親の、うん、だから娘とか、じゃあ娘とか妹とか、うん、弟とかいた場合に、うん、弟と一緒に親が来るとか、うん、パターンがあるんですけど、親単体で来るってないっす。ないっすか。ないっす。はい、まあいいんじゃないですかね。うん、芸人ないっす。ないっすね。芸人はないっすね。はい。ジャガーさん、明日頑張ってください、ね、そうね。JJ の学生、ジャガーさん、行った方がいいですよ。いや、あの、そうやって言うけど、じゃあ来るんだな。呼ぶ代わりに、じゃあ来てね。じゃあね、来てね、学生さんに。せっかく言うんだったら、ただもう誰も来ないね、その寒いパターン嫌だから、
でもね、僕 YouTube で見たんですけど、はい、佐久長聖の卒業式、本当に学徒さん来てましたね。でしょ、びっくりした、誰が呼んだの、学徒さん。本当にバカなと来た。本当びっくりした、誰が呼んだの、あれ。よく来たね。だから、うん、学徒さんレベルが来てるわけですよ、全然。うん、じゃあ、俺、この神の子と呼ばれた俺が、うん、あの卒業するってなったら、はい、じゃあ誰来るの、うん、誰も来ませんって言ったよね、多分ね。ジョニー・ディップだったらいいです。はい。JJ 君、ちょっとコメントお願いします。長野県公式野球部は上田に志向が、うん、強め。あ、そうなんすか。俺でも確かに上田東か西が強いっていうのは聞いたことある。でも作中で勝ちましたよね、上田西、ね。勝ちましたね。うん、ただ、俺がこれ、裏話していいのか。いいのかな、言って大丈夫かな。でも裏話というか、ただあの野球部員から聞いて、うん、そう感じたという話なので、本当かどうかわかりません。はいはい、上田西高は、うん、手抜きらしいです。舐められてんじゃないですか、お前。その結果、うん、まあ、返り血あったから、まあ、一応いいんですけど、はい、ただ、まあ、あんま本気出してないよね、みたいなこと、まあまあね、みたいですけど。そうですかね。ナッキーさん、ジェジェ君は何歳から携帯自由に使ってますか？息子はネット依存気味です。ああ、俺いくつだろうな。俺もね、タブレットというか、あの、うん、iPad めっちゃ早かったんですよ。早かったね。俺は基本的に、あの携帯よりも iPad すげえ使ってて、うん、俺もう2、3歳の頃から、そうですね、やってましたね、iPad やってました。俺はもうめちゃくちゃインターネットとかちょっと早めに、うん、やってました。で、うん、携帯自体は多分6歳とかじゃないですか。あ、それ嘘だ。7? あ、いや、9歳とかかな。いや、小学1年生からですね。あ、本当ですか。うん、ただ、たまごっちみたいな。たまごっちみたいな。みたいなね。あの携帯持ってました。子供用携帯持ってましたね。たぶん iPhone になったのは、でも、小5とか。うん、小5でしょうね、たぶんね、iPhone ね。それぐらいから使えるのもあって。うん。そんなもんですね。でネット依存症なのは、でも、しゃあないじゃないですかね。いや、テレビ見ないでしょ、その代わり。でね、昔の子はもうテレビ依存だったんですよ。だから、どの世代もやっぱあると思いますよ。そういう子供の頃に依存するの。なんかほら、ゲームとか、なんか YouTube とかね、それ見るの心配っていうこともわかりますよ。昔はもうテレビ見てたら、もうそれ時間決まってましたから。え？もう1時間までとか2時間までとかね。だいたい家庭によって。あるの？その決められてましたね。まあ、確かに、だいたい、あの、家庭ってテレビ1台じゃないですか。うん、だから、その人が占領したら、みんな見れないですよ、娯楽がない。そうなんですよね。まあ、それは分かる。理学とか理にかなってる。まあ、ちなみに、うち4台あったので、そういう規制なかったですね。4台 ?4 台あるんですよ。だから、皆さん、別々で見るわけですよ。見たいものを。いいなぁ。一緒に見ないですよ。いいなぁ、うち2台。全然ないし、しかも1個違い、出動してないし。いや、あのね、すいませんけど、いらないでしょ、テレビ。見ないんだから、そもそも。俺、NHK 見たい。嘘をつくな、お前は。一回も見てもねえだろ。ジップネス見たい、見たい。嘘をつけたんだよ、ほんまに。いや、本当にそうなんですよ。はい、まあ、テレビを今見ないから、その分、まあ、なんていうんですか、ネットでもいいんじゃないですか。理由はいろんな調べ物できるじゃないですか。これは大きいですね。で、その分、うん、なんていうか、変なことに使ってなければ、うんうん、普通になんか調べ物だったりとかって、うん、それは、まあ、自分の知識もなるし、うん、知ることになるので、学びというふうに考えれば、うん、まあ、別にいいんじゃないですか。いいんじゃないですかね。はい、そう思います。まあ、なんかそういうので、なんか、そのなんだろうな、まあ、ちょっと人を貶めるようなアンチリコメントとかっていうふうな感じで、うんうん、なんかそういう悪いことをやってなれば、まあ、小さいのかもしれないですけど、うん、携帯自体をずっと見ているってことは別に悪ではない。そうね、僕もそう思いますけどね。可能性で言うなら目が悪くなるぐらい、うんうん、それ以外基本的に悪いじゃないかなと思う。僕も移動中はあれ結構ドラマ見たりしてますよ、うん、でもそんな時にやっぱり調べ物もできる、本当にいいね。だって昔だったら図書館行かなきゃいけなかったんですよ。いや、そうっす。図書館で調べ物したんですよ。そうっす。今だって図書館がここにある、手元にあるようなもんですよ、うん、最高だね、いい環境だね。ナナさん、佐久長聖文武両道すごいね。